うどなぼー延長多すぎる多すぎる。いや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 。すげえ。小野ちょっと待って。小野さんがプロデューサーみたいな。いや写真撮ってるからあれ。いやいや。プロデューサーなんかファンに殺されたりしないから心配になっちゃった。心配になっちゃった。いやさすがにもうファンもこう受け入れてると思う。もう仕方ねえな。そうです。そうです。確かに仕方ない。仕方ない。はいということで幸せだったね。はい。世界一だって心配になっちゃった。八代目のこと小野カオルさんでございます。よろしくお願いします。こんだけのアイドルを従えるとはすごいね、すごいね。さあそしてね、小島 APM3 に導入予定の、ブレードストレンジャーズの対戦ということでございまして、こちらの方どうぞ。はい、作業最前線のエビシです。よろしくお願いします。エビさんに打ったりね。エビさん、エビさん、すげー強いだからよく最前線で会社を褒めるな。エビさん応援する。ありがとうございます。最前線ってない。はい、ということでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。柳原さん、はい、志倉さん、先週プレイヤーネーム川岸こと志倉さんにコテッパンにされてしまった。私た、ね、そうですね、8代目宇野、放送後メガドライブミニのプロモーションに来ていたセガの偉い人宮崎さんと何を話したでしょうか。昔なんか席近かったらしいですけどね。何話したんですか。正解は急にハイテンションになってヤバい人かと思ったよ。何やってんの久しぶりって言われちゃいました。進化しちゃってんのやっぱり8代目まで来ると。そうだ、なるほどね。昔の昔え、なんてセガー。デタラメに使うな。セガ全員で合わせてせーの、セガー。お、使えそうやな。それなんとかならんから今の CM でこんだけ綺麗やとね。いいかもしれない。面白かったね、はい、さあということでございまして、そんな中、はい、ちょっとね戦いの結果見ていきましょう。はい、今日もやるんですかね、これやっぱり。めっちゃ言えないまだありますよ。今日最終回ちゃうの。確かに。本当だよ。でも今、川岸さんが ね、一勝したということでございますけれども、はいはい、でもなんかかなりトレーニングしました。やってきました。いや、めっちゃやってるんですよ。本当に。なんで興味かけて見るんですか。たまたまここ来たんですよ、僕。そしたら本当に猛特訓しててビビりました。ジョバルさんがね、ね、ガキさんがお休みになった日やったでしょ、あの時にね、エビスさんと戦ったんですよね。はい、はい、見ましたよ。で、それ以来、エビスさんへのリスペクト半端ない。全部吸収しようとしてる。だってほぼ地面にね、いなかったからね。いなかった、本当に。さあ、ということでございまして、はい、その技がどこまで通用するのか、頑張れ、頑張るぞ。頑張れ、いけ。今日は、おっと川岸さんが、いや、僕もプロゲーマーとしてそろそろね、本気にしないといけないんだね。すごい、おい、金のかい。金のかい。ありがとう、たかし、大丈夫やった。パターンやからな。さすがだな、さすがだな。ほんまに声張り、吉田くんばりに声張り上げた。あの新喜劇のエースのね、ツッコミの子ね、はい、吉田くん、今説明した。もうだけ、あとはほんまにしまうの。もっと囲んで、華やか。なんかいつもよりやりづらいっすよ。やりづらい。さあ、じゃあエミさんにね、はい、解説してもらうとして、はい、よろしくお願いします。通常のですね、エミコを使う川岸さん、そして海原カーセを使う、いや、エミコ対策を散々してたんで、はい、変えようかなと思ったんですけど、はい、それだと僕もできなくなっちゃうんで。そうですね。仕方ないんですよ。さあ、行けるだけだ。スタート。さあ、空中距離を取っていく川瀬側ですが、おーっと、鮭丸ダイブいきなり。ただ今回ちょっとこの鮭丸ダイブに対する対策を教えたので、どこまで見せてくれるでしょうか。何にも対策できてませんけど、今のところ 100% 食らっています。そしてかなり高難易度のコンボも教えたので、おーっと決まりましたね。入った、ザコがですね、いいぞいいぞ、ザコが入りましたね。また
こちらのコンボ先ほど教えた難しいコンボではありません。かなり妥協しましたね。頑張れ倒れくん。うまくサッカーボール使いましたね。安いよ。作に溺れるっていうまさにこの言葉ですね。はい、ぴったりですこの人。なるほど、もう狙いが何か分かってたと。分かってますし、うん、その難しいことをやろうとしている分いつもより防御が甘かった。なるほど、うん、このそかいつももっと硬いんですよ。はい、でその硬さをやっと覚えたのに、うん、逆にそれを出したくてね。なるほど、どうでしたか恵比寿さん。はい、いやただ教えた部分もできてはいた部分もあるんですが、だいたい 2% ぐらい。 2%! ね、100% 中ですよね。 100% 中 2%、 はい、2% 程度は。でも使えたんですか自分的に。宇野さんどうやったんですか。やばい、キャラ変えます。キャラ変えます。いや練習の時って相手がサンドバック状態になってくれるから、なるほど、その時は出せるんですよ技って。だけど相手が動き回るようになると全く状況が変わるっていうのがこれもう本当格ゲー練習あるあるなの。なるほど、本当に。なるほど、さすがもうそういうとこも出てきてるから。そこが全然分かってないの。あら、めっちゃムカつく。あれだけ練習して勝てないんじゃね。いっぱいもね、辛いね。そう、まだもう一個、もう一段階、二段階あるんですよ、宇野さん。そうだから恵比寿さんにちょっと動いてもらったよね。はい、ちなみに僕本番前に恵比寿さんにちょっと練習させてもらったんですけど、30秒で負けた。いやいや30秒で負けましたけど、すごい、あの一応ボタンの配置だけなんだけど確認だけした程度です。あ、それぐらい。あ、それぐらいは やらせてもらいました。あ、ですって。むっきりむっきりってなかなか言わないですよ。かわいい、かわいい。それでも、それでもこっち、ほんまにかわいい。今のムッキーちょっと僕やったで、ムッキー何調子乗った。多分、多分ね、もうすぐね、ベッドで目覚めると思う。あ、違ってたって。違ってたって。家帰って奥さんにやって、何やってんのって言われてたから。やばいっすね。はい、ということで、じゃあちょっとお知らせいきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。ムッキー面白いな。はい、イニシャル D の速く走るコツを動画で解説中です。はい、こちらご確認よろしくお願いします。次お願いします。
はい、走り屋交流会3、いよいよ今週末あさってですね、はい、北海道キャッツアイ新札幌店で来場者全員に、ジンギスカン双方の、プレートとあと5000ポイントをプレゼントです。お素晴らしい、参加をお待ちしております。そしてはい、ブレードストレンジャーズですが稼働発売1周年を記念して追加で3人のキャラクターが参戦しております、次お願いします。はい、サウザンドワンスパイクスよりアワン、ドキドキポヤッチよりピア、そしてもう一人の海原川瀬の水着バージョンが参戦しております、ぜひ遊んでください。次お願いします。はい、新キャラクター以外にもですねキャラグラフィックが 1.96 倍に向上していたり、既存キャラクターにも調整が入っております。プレイバージョン 2.0 よろしくお願いします。はい、次お願いします。はい、アーケード版 APM3 版なんですがもう少しだけちょっとお待ちいただくかなとは思いますが、情報の方公式ホームページに載せていきます。ぜひチェックの方よろしくお願いします。頑張ってください。以上になります。はい、はい、ありがとうございました。 1.96 倍ですからね、2倍じゃないところが信頼できるよねもうちょっとということでございますけれどもね、さあ安藤さん最後にね、はい、APM3 で遊んでいる皆さんに一言お願いします。はい、V6 のユニットトニセンがディナーショーを開催することがツイッターでバズっていました。よく調べてんな。僕もディナーショーやってみたいですね。嘘やろ嘘やろ。そしてバズりたいですね。バズりたいですね。ムッキーでバズれるんちゃう。あと APM3 絶賛稼働中です、ゲームセンター行ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでじゃあ最後あの叫びお願いしますよ。はい、ということで8時台上宇野さん、そして恵美さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後は一言どうぞムッキーやんムッキーやん。ムッキーなんぼ、なんぼ振らせんねんないつなれんのせんだい冒険。